今月21日にオープン1周年を迎えた道の駅前橋赤城で感謝祭が開かれ、多くの人でにぎわいました。道の駅前橋赤城は県内33番目、市内4番目の道の駅として去年3月21日にオープンしました。およそ7万平方メートルの敷地に前橋市の特産品を扱う店舗や飲食店のほか、ふわふわドームやドッグランなどアウトドアレジャーも楽しめる複合施設です。来場者数は当初の目標の5倍以上となるおよそ440万人をすでに突破しているということです。感謝祭では特設ステージでダンスなどが披露され、群馬テレビのマスコットキャラクターポチッとくんも登場しました。またフードコートでは感謝を表すサンキューにちなんだ390円の商品なども提供され、人気を集めていました。昨日とは一転、今日は天候にも恵まれ穏やかな一日となったことから、多くの家族連れが来場し、休日のひとときを楽しんでいました。今日は館林の方から参りました。家族でみんなで時折来ております。で、一日こうやって遊べるところっていうのはあるのは本当にいいかなと思うんですけれども、家族でみんな楽しめるところがあるんでいいかなと思います。はい、ここはいつも私お買い物したりとか、子供遊んだりとか、今日はいろんな、ね、イベントがあって、家族みんなでそれぞれが楽しめて良かったなと思います。1年間さまざまなイベントであったりとか、地域の方々をとのつながりを作っていくっていう1年でありましたけれども、1周年迎えられて非常に嬉しいく感じております。道の駅、これからも たくさんですね、楽しいことをやっていきたいなと思っておりますので、県内の方々、また県外の方々も含めてご来場いただければと思います。よろしくお願いいたします。